クラッシュ女子50キロリミットの一戦です。2分3ラウンドマッチ、左側がチームトルネード、その師匠は尾崎圭司さんです。平岡こと25歳、対してはシルバーウルフの右側、赤いグローブをつけています、カナ23歳。中村さん、2人はこれが初陣となるわけなんですけれども、楽しみな対決ですよね。そうですね、あの入場してきた時の2人のこの表情とか、こうリングの佇まいが、はい、ちょっともうデビュー戦の選手はないぐらいですよね。こう雰囲気ありますよね。いや、そうですね。ここも早くもパンチで詰めて、右顎のあたりを捉えているカナの拳です。小比類巻選手、勢いすごいですね。そうですね、もう最初から行ってますね。あの絶対下がらない強さを持ってますよね、カナ選手は。はい、それは平岡も同じことと見せていきたいところなんですが、まず自分で試合を決定づけようというこのパンチからミドルキックです。下がりながらの平岡、下がらせてさらに前へ出て、右はオーバーハンド、それからミドルキック、つながりがいい、コーナーに詰めて、そこからの右ミドル、右パンチ、ガードももうこれお構いなしという体勢で、左ロングレンジ、これがヒットしてダウンです。スタンディングダウンです。中村さん、倒れこそしませんでしたが、カナビッグポイントを奪いましたね。そうですね、しっかりあの自分の攻撃まとめてダウン取りましたけど、あのもうカナ選手、このアマチュアの、まあ、K1 のアマチュアだから K1 チャレンジという大会を、はい、バックスピン、あの実績残してデビューしたんですけど、もうそのアマチュアの大会の時からもちょっとこの選手は抜けてるだろうっていう、はい、かなりインパクト残してたんですけど、まあ、プロのリングでもそれは変わらないですね。そうですね、うん、空手で実績のある平岡に対して右フック、それから長い距離の左のパンチ、小比類巻選手、はい、これだいぶ平岡苦しんでますよね。そうですね、あのカナ選手、おそらく1ラウンド目からもうどんどん倒しに行こうっていう気持ちを決めてきてますよね、はい、もう一つそこが強そうです。あとやっぱりあの平岡選手の方はパンチがまあ見えてない部分があるので、はい、その差もありますね。その師匠譲り、中村さん、回転系の技平岡は得意なんですけれどもね。そうですね、平岡選手自分でもやっぱりこう空手で培ったやっぱ蹴り技、そして尾、はい、崎さんにこう教わった回転技が得意だって言ってたので、はい、やっぱりその蹴りの距離にしたいんですけど、金選手の圧力が、強いんで、なかなかそうならないかったですね、このラウンドは。さて、第1ラウンドダウンを奪われた青コーナーの平岡となってくると、小比類巻選手、平岡サイド、この後何を仕掛けてくるか、出せるかですね。やっぱ今回1ラウンド目パンチもらったんで、そこをしっかりまずブロッキングすることでしょうね。はい、そこからの反撃見せなければいけません。ローキックから左を打って左側に回ってというのが赤いグローブ、右ローのカナです。そしてパンチへ、左ミドルキックから右ストレート、これが強い、さらにミドルもいい。この体勢コーナーに押し込むと、そこからまた回転数を上げてきます、カナの攻撃。平岡の方はここは距離を取っている。中村さん、一旦そこからということなんですが、はい、右ストレートですね。このパンチで崩れた、腰から崩れ落ちた平岡。もうちょっとカナの勢い違いますね。そうですね、あとやっぱりカナ選手距離感がいいですよね、こう女子の選手で、しかもこうデビュー戦同士だと結構こう距離が詰まったりこうぐちゃってなること多いんですけど、はい、しっかり自分が攻撃できる間合いと距離をキープして戦ってるんで、そういうところにもちょっとこう非凡なところ感じますよね。いや、これも後ろ回転回し蹴りしっかり判断していますし、その後の左の拳バックブローもスベーしてパンチから左、はい、小比類巻選手、これもちょっと驚きますね。まあ、あのカナ選手と平岡選手の違いというか、うん、あのやっぱり下半身の しっかりとあの構えの足の位置がフラフラしてないんですよね、カナ、はい、選手は、はい、で平岡選手ちょっともらうと足が構えが崩れてしまいやすいというところの差がやっぱりありますよね。確かにここもそうですね、じりじりとにじり寄るフットワーク、打撃を打つ時の足の位置、この時も重なってあったりしますよね、こういった時にミスが起きるんですよね。
その後の前蹴りにもつなげる。そして右だ、打ち抜いた。ちょっとこれは続けられない。